るかチャンネルのしょうです。今回の動画なんですけど、またサプリメントの紹介をしたいと思います。こちら体メンズ酵素1箱90粒入りかける2。また案件なんですけど、こちら株式会社阿部工房さんより提供していただきました。今回のですね、メンズ酵素、タイトルにメンズって入ってるんですよ。別に女性の方がダメってわけじゃないんですけど、男性の方に向けたサプリメントです。こちらのメンズ酵素、この酵素はですね、なぜ必要なのかと言いますと、現代人は酵素不足になっています。こちらがですね、不足しますと健康の不調になったりするそうです。そして年齢とともに減っていくそうです。なのでこの酵素をですね、いっぱい取った方がいいんですけど、いざ取ろうと思うと1日じゃ食べれない量食べないと取れませんね。そこでですね、こちらのメンズ酵素サプリメントなんですけど、これで補えるということです。このサプリメント何がいいのかと言いますと、1つ目、88種類の国産植物の発酵エキスというのが入っています。2つ目、黒ニンニクエキスも入ってます。3つ目、体内のバランスを良くしてくれる乳酸菌も入ってます。まだ俺も開けてないんですけど、今日からちょっと飲んでいこうかなと思ってます。1日にですね、飲む目安なんですけど、3粒から6粒の間で飲んでください。1日3粒であれば健康的な毎日が送れます。そして6粒飲めばですね、さらに健康的になれるらしいです。多く飲んで問題はないそうです。ただこの6粒までにしてください。少なくても多くてもダメです。3粒から6粒の間で飲んでください。こんな男性におすすめです。食事のバランス、これは俺にも言えるんですけど、なかなか偏ってですね、野菜とか食べないし、どうしても肉とかですね、油物とかが多くなってしまいます。仕事に元気が欲しい働き盛りの男性の人、どうでしょう。あ、疲れたなっていうのがもしかしたらこれでなくなるかもしれない。そして最後に、スタイルに不満を持っている方、酵素不足が原因の一つかもしれません。さあ、ということでですね、俺も開けて飲んでみたいと思います。もちろん6粒飲んでいこうと思います。ベルカチャンネル、こんな感じ。大きさがこのくらいですね。これを6粒毎日飲むといいらしいです。それでは1日目飲んでいきたいと思います。1、2、3、4、5、6。ああ飲みやすい。病院とか薬局とかで買うお薬ってカプセルだったり、まあカプセルならまだいいんですよ。あの錠剤とか、あの粉って飲みにくいじゃないですか。これ外側がツルンツルンしてて、スッと入っていきました。それではですね、今日から毎日1日6粒飲んでいきたいと思います。はい、2日目です。飲んでいきます。
はい、3日目です。あー取りすぎた。123456よし、はい、見えない、はい見せれないはい、いただきます。よし、はい、4日目です。あー、また奥出た。123456。はい、5日目です。おはようございます。6日目です。はい、6日目です。うん、寒い。はい、7日目です。ベルカチャンネル。はい、メンズ酵素1週間飲みました。今のところはですね、特に変化という変化は感じられないんですけど、体に悪いものでもありませんので、飲み続ければ良くなること間違いなしだと思います。毎日6粒ずつ飲んだんですけど、飲みにくいってわけでもなくてですね、結構簡単に中に流れていきました。まだ全然送ってきてもらった分がですね、
俺もあるので、この分は飲んでしまいたいと思います。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。